クルメ伝統株式会社は明治後期から大正にかけて存在した日本の電力会社である。かつて九州電力送配電管内に存在した事業者の一つ。本社は福岡県クルメ市。1905年に設立され、クルメ市とその周辺地域に電気を供給した。発電所を持たない事業者で配電に要する電力の供給を受けていた事業者の 一つである九州電灯鉄道に1916年に合併された。九州電灯電灯の後ろ身で昭和期の大手電力会社東方電力の前身の一つとも言える。久留米市が位置する福岡県では1897年福岡市において九州で4番目の電気事業者として博多電灯が開業し電気事業が始まる。さらに1901年には クルメから見て筑後川の上流に位置する大分県の北でも、北水電という電気事業者が開業した。近隣の都市で電気事業が没興したのに続いて、クルメにおいても電気事業への動きが始まる。電力会社設立の中心となったのは、国竹木次郎らクルメガスりを扱う有力商人であった。国竹らは1903年12月、クルメ市内に、

取りやめて、北水電からの受電を選択し、同年12月に同社と受電契約を結んだ。このクルメ在住の有力者による計画に並行して、クルメなどへの電力供給を目指す、三四水、電という電力会社の計画も存在した。この計画は、佐賀県の実業家、無田万次郎によって進められ、佐賀県を流れる上原川に、水力発電所を建設し、佐賀市 福岡市、久留米市へと電気を供給するというものであった。久留米への供給をめぐって、地元の計画と無駄の計画が競う形となったが、久留米選出の衆議院議員、浅野陽吉が低新省へ働きかけた結果、1905年2月に、久留米電灯の設立が許可され、逆に三種水田の設立は7月不許可とされた。この三四水田との競り願いに加えて、 日露戦争の影響で、クルメ伝統の設立準備は一時的に停滞するも、1905年12月23日付で、クルメ伝統株式会社が設立されるに至った。役員には、国竹らクルメガスリ賞のほか星野源三郎らクルメの有力語福太の賞が名を連ね、役員のみならず株主もすべて、クルメ市在住のもので占められた。1907年6月、 北水電が北にて建設していた水力発電所が完成。発電所から久留米までを結ぶ3 9トルの送電線も合わせて完成し、同年7月15日より、久留米電灯は久留米市内での供給を開始した。広滝水力電機が建設した高滝発電所、開業当時の久留米電灯の事業は、需要化612個。 伝統数2850灯とごく小規模であったが、伝統の利用が安全で便利なことが知れ渡ると、市内外の区別なく、普及が進んでいった。伝統需要増に加えて1908年より、動力用電力の供給も開始したこともあり、クルメ伝統は、間もなく、供給力不足となった。1908年10月、三種水電計画の流れを組む佐賀県の、 広滝水力電機によって、常原側に出力1 0 0 0ットの広滝発電所が完成した。当時としては、九州最大規模であった高滝発電所を要する、広滝水力電機は大きな需要を求め、佐賀県外への進出を目指しており、これが供給力不足という事情を抱える久留米電灯との利害が一致したことで、久留米電灯は北水電に加えて、 広滝水力電気からも電力を購入することとなった。同社からの受電は、広滝発電所からクルメへの送電線が完成した後の1909年秋に開始されている。同年末時点で、受電電力は、北水電、高滝水力電気もに1 7 5キロワットの計3 5 0ットであった。1九1年、クルメ電灯は供給力の増強に合わせて、 事業を拡張すべく増資し資本金を15万円とした。その後伝統、電力ともに供給を拡大し、特に伝統は1万頭を超えるまでに発展している。供給の拡大とともに、会社は増収増益を続け、払い込み資本金に対する利益は20%前後に、達し年率10%の配当を行った。経営が順調であった一方で、 電気料金が高いとして批判が起こるようになる。これは周辺の事業者である北水電や広滝水力電気と比べて料金が高価であったことによるもので1909年に一度引き下げたものの1910年11月にはさらなる値下げを求めて事業家の間で伝統値下げ同盟会が結成される事態にまでなった。会社側が再値下げを拒否したことで 同盟会側の運動は、約2000個が参加する消灯運動にまで発展し、会社側は、再度の値下げを余儀なくされた。電気料金を値下げしたことから、クルメ電灯では、購入電力の卸売料金を引き下げるべく非、多水電、及び広滝水力電気が改組した九州電気との間で交渉を始める。 交渉の中で日水電から合併の話があり、1910年12月24日、日水電が、クルメ伝統を合併する、胸の合併条件に関する覚書が、両者の間で取り交わされた。ところが、直後の28日、今度は、九州電機の側が、日水電の合併条件よりも好条件で、クルメ伝統に対し合併を勧誘した。この引きの結果、 久留米電灯の経営陣は、北水電ではなく、九州電機との合併を選択して、合併契約に調印し、翌1911年1月15日の臨時株主総会で合併の承認を得る段取りを整えた。しかし、総会直前の1911年1月12日、北水電は九州電機、久留米電灯の合併を禁止する仮処分命令発令を、 福岡地方裁判所久ルメ支部に申請する。翌日申請が通り仮処分命令が出されたことで、この合併は不可能となった。九州電気側は合併不成立の混乱に乗じて、株式を買収するという対抗措置を取り、2月の役員改選に際して中、中野千明、伊丹谷太郎、松永安左衛門、田中徳次郎の経営陣4人を役員に送り込んで、 古めメ伝統を事実上参加に収めた。1912年6月、福岡の博多伝統軌道と佐賀の九州電機の合併が成立し、九州伝統鉄道株式会社が発足した。同社は発足翌年により、あらかじめ経営権を掌握していた周辺事業者の統合を開始する。その第三次の統合として、1916年1月には、 クルメ電灯と長崎電気ガス、馬関電灯の3社とそれぞれ合併契約を締結した。クルメ電灯についての合併条件は、存続会社の九州電灯鉄道は、クルメ電灯の資本金と同額を増資し、クルメ電灯株主に対して一株につき新株一株を交付するというものである。九州電灯鉄道との合併に際し、クルメ電灯関係者の中には、 九州伝統鉄道と競合関係にあり1915年に北水電を合併していた九州水力電気に接近するものがあったという。また株主の中には合併条件が不利であるとして合併に反対を唱える者も,もいたが合併を推進する経営陣の方が持ち株が多く合併路線は覆らなかった。1916年年1月30日、久留米伝統の 翌31日、九州電灯鉄道の株主総会で、それぞれ合併が承認され、同年5月4日、九州電灯鉄道にて3社に関する合併報告総会が開かれて、合併手続きが完了した。合併前、1915年上期末の時点における、久留米電灯の営業成績は、電灯数17,792頭。 電力供給馬力数261馬力であった。また、同年6月末時点では、九州水力電気から1 7 5キロワット九州電灯鉄道から3 5 0ットを、それぞれ受電していた。久留米電灯の合併から6年後の1922年5月、九州電灯鉄道は、名古屋市の電力会社関西電気と合併、翌6月には、社名の変更により、 東京に本社を置く東方電力株式会社が成立した。久留米では東方電力の時代には市内の日吉町に同社久留米支店が設置されていた。1915年6月末時点における久留米電灯の供給区域は以下の通り。これら7市町村のうち国部村、相川村、鳥海村、鳥市町、元里村においては拡張村の一部地域のみを 供給区域としていた。なおこの時点では、愛川村の一部は、浮羽水力電気の、国部村、鳥海村、都市町、元里村の各一部は、九州伝統鉄道の供給区域となっている。ありがとうございます。